トマベ知識認定コーチの西村です。本日は PX2 プログラム、親御さんだけでも受けられるって知ってましたかっていうお話をいたします。 PX2 プログラムはルータイスさんが晩年に行ってたボランティア事業です。日本では BWF が行ってます。ほぼ毎月渋谷で1日半コースでやってるんですね。お子様の対象年齢は13歳からです。つまり中学生になったら参加できます。よく親子参加大丈夫なんですかっていうことで、私全然 BWF と金銭的なつながりないのに、てか私ファシリテーターじゃないのに聞いてくるクライアントさんたくさんいます。答えは、はい、親子参加たくさんありますって答えになります。ただお子さん中学生になったら親子参加知ってんねって感じなんですね。よく言われるの、私のセルフトークまずい点があるのは分かりました、それを子供に対して日々やってないかってすごく気になるんですって言われるんですけど、はい、間違いなくやってると思いますよっていうコーチ真由美の回答なんです。それを何が何でも子宮改善したいっていうことだったら、お子様をお持ちの親だったら PX2 受けられるんですよ。そういったところで本読む時間ないんだったら1日半のプログラムガツッと受けちゃった方が早いと思うんですよ。いわゆる学校の PTA とかに導入検討している親御さんだったら、受けることができるっていう特例措置みたいなのがあるんです。で、私 BWF の細かいこと分かんないので、遠慮なく電話なりメールなりで聞くといいと思いますよっていう、そんなご回答でした。